笑いでてっぺん取ろうぜハルコ。はるかちゃん、よう来てくれたな。早速番組オーディションの続き受けに行こうで。はい、じゃあオーディションの続きをやりましょう。多分新ネタでやってくれるんだよな今度は。1回目も面白かったからな。はい、わかりました。不安ですけど頑張ります。ああ、俺たちならできるで。さあ会場行こうか。はい、まあ、結局事務所には行ってない説が濃厚だけどこれうっかりオーディション通っちゃったらどうすんだろうな。社長に殺されるのでは、ハルオ。社長がやりたいプロデュースじゃないもん。一回オーディション受かってるからな、もう大体感じはつかめたやろ。そうですね、まだ不安ですけど。前と同じようにやれば大丈夫や。よし、じゃあ出番やで。行ってこようや。まあ、今度はなるべく、ネタの邪魔しないようにやろうかな。やってるとどうしても突っ込みたくなっちゃうんだけど、こっちも。はい。実際ちゃんと話聞いてないと突っ込みどころ逃しちゃったりしそうだもんね。うん、頑張ろう。どうもハルハルズです。はるかちゃんはなんか夢あんの？夢、アイドル。アイドルになることですわ、うん、そうなんや。僕はね、ヒーローに憧れるわ。それ難しいな。大きくなったら絶対ヒーローになったるね。もう十分大きいしな。ちゃうね、大きいヒーローになりたいね。え、どういうこと？お題化して街で大暴れしたいやん。ドカーンちゅうてビル倒したり。え、それ敵ちゃう。これでいいな。中からビーってビーム出したやん。口から炎も出したやん。完全に敵やん。チャレンってあくまで僕はヒーローやねん。え、どういうこと？胸の奥には熱いものが煮えたぎってるねん。そらかっこええな。あれ一回ミスったか。それをシャーって撒き散らすねん。やっぱ敵やん。はるかの関西弁が面白いよな。もう全く聞かへんねん。新開発のレーザー砲とかでも効かへんねん。間違いなく敵やん。シャーレンってあくまで正義のヒーローやで。そうですか。なあ、あまりに無敵やと今度は親しみわかへんやろ。せやな。せや、弱点あんねん。お、なんでしょ。女の子には弱いねん。女の子、なんかテンポ上がってきたな。女の子の体重見るともうわかんねん。これ体重で敵やん。ムラムラして我慢できなくなるねん。何しとんねん。それでな、我慢できなくなるとな。あ、終わりかも。最後は大体俺が爆発して終わり。終わりかい。ちょっと最後食い気味にいっちゃった、焦って。でもよかったら、あ、でもゲージ伸びきってないな。ゲラゲージ90か。あ、一回やっぱなんか客の反応いまいちな時あったよな。はぁーっつって、なんかナイスタイミングじゃなくてグッドタイミングみたいに出た時あったよな。あれちょっとミスったってことだよな。あー、そっかー、100ゲラ出したかったな。まあでも通過はしたんだな。やったで、二次進化も通過や。おら、やっぱすごいんちゃう。すごく皆さん笑ってくれましたね。私もどんどんテンション上がっちゃった。後半結構テンポが上がってきてさ、1回目のネタよりちょっと難しく感じたね。考える時間が少なくて、これがお笑いの力やで。芸人とお客さんとで舞台を作り上げてるんや。客席を沸かす、その声が俺たちの力になる。その力でさらにお客が沸く、その相互作用やね。4年目のくせに偉そうなこと言ってんな。歌のステージでも同じことが言えますね。お客さんを意識するのって大事なんだな。あ、この経験がアイドルにフィードバックされたりすんのかな。さやで、これで次が、あ、次最後、次が最終審査やな。一度戻ろうか。はい。まあでもやってて思うけど、ツッコミに負担の少ないネタだよね、ちゃんと。はるかは春尾の言ったことに反応してるだけだもんね、基本。まあ、そういう風に、もしかしたら春尾がネタを調整してくれてんのかもしんないな、はるか用に。最初に夢はアイドルやねんみたいなセリフあったしね、はるか用の。さっきも言ったけど、次が最終審査や。ここまで来たら最後まではるかちゃんと一緒に受けて勝ちたいと思っとる。あと一回だけ協力してくれると嬉しいわ。なんかごめんな、はるかちゃん。何度も何度も。まあ、はるおは多分いいやつだな。うん、協力してやろう。いえ、こちらもいい経験をさせてもらってますし。そう言ってくれると救われるわ。最終審査までまだ時間があるから自由時間や。準備ができたら声をかけてくれや。そっちあと一回、協力頼んだで。まあ、はるおはいいやつだけど、これでもしはるかがお笑いに目覚めてアイドル辞めますとか言い出したら社長に殺されるんだろうな。不審な死体が川に浮かぶんだろうな。このまま行くか、最終審査。
はるかちゃんよう来てくれたな。さあ行くで。いよいよ最終審査や。受けに行こうで。行こう。てっぺん取ろうぜはるお。はい、頑張りましょう。うん。いやー、桐生さんにも見せてやりてえわ。はるかの漫才。何を思うかな、桐生さんは。ここまで来たらもう言うことはないで、お互いの全力を出し合おうや。そうですね、絶対に合格しましょう。よし、出番が来たら、客席を爆笑の渦に叩き込んだるで。はい、頑張れよ。いや、もう今度は、もう集中してやろう。いや、さっきも集中してやったけど。どうもハルハルズでーす。頑張れ。僕なんか新しい趣味始めようと思うんよ。ほうほう。どうせなら女の子にモテるやつなんかええなって。バイクとかどない？ええんちゃう。気に入った女の子に二血してかへんとか誘うねん。ロマンチックやん。姉と一つになろうやとか言うねん。かっこええやろ。それはええな。君とも一つになりたいなんて言うてね。やめなさい。君のサウンドが聞きたいなんて言うてね。ロマンチックやん。あ、間違えた。今のやめやだな。なんて言うてね。ええ加減にしとき。マイクはいいよな。女の子と親密になれるやん。ほほ。バイクってな、ほら、二人で乗るとどうしてもこうべったりくっつかなあかんやん。ロマンチックやん。体をギューって密着した状態でこう二人で同じ風を感じるんやで。もうドキドキやん。いやらしいな。心臓バキバキなって前の彼女に気づかれるわ。お前が後ろか。バイクの免許持ってへんもん。あかんやん。バイクに近いサイドカーって知ってる？バイクの横に小さい車ついてるやつあるな。サイドカーの一種は車の免許で乗れるらしい。そうなんか。このサイドカーでのツーリングもこれまた気持ちええらしいで。それはええな。でな、二人でバランス取ってコーナーリングするんや。二人の共同作業ってやつや。ほうほう。そのまま夜の共同作業もどうなんて言うてね。やめなさい。僕のクラクションを聞かせたのかなんて言うてね。ようわからんわ。僕のクラッチ焼きついてまうでなんて言うてね。なんこっちゃ。僕の目は隣で運転してる彼女に釘付けや。彼女の運転か。起きたハリセン。そうや、車の免許も持ってへんもん。おお、ありがとうございました。あ、いいネタだったな。今回も何回か間違えた気がするけど、でもいけたな。やった、後半の畳みかけよかったな。素人のはるかに突っ込ませてこれをやるんだから、こいつ才能あんのかもしれない。信じられへん。合格してもうた。あかん。なんか頭ぼーっとして何も考えられへん。私も信じられません。初めてのお笑いでここまで来られるなんて。いや、やはりはるかちゃんのセンスの分が大きかったんやとちゃうかな。俺前のコンビでこんな笑いを起こせんかったし。そんなことないです。はるおさんのネタが良かったからですよ。そうか、うん、それはそうだと思うわ。なんかこの盛り上がってくる時の春尾の言い方、ちょっと面白かったよね、ちゃんと。僕のギアも上げちゃってね、みたいな。そんなこと言われると調子に乗ってまうで。うふふ。どうした？はるかちゃん。いえ、これでお別れだと思うとちょっと寂しいなと思って。せやな。まあ、とりあえず出ようか。あ、はい。うん、これはこれで続けたらいいのに。アイドル沢村はるかの武器になるかもしんないよ。はるかちゃん、俺いろいろ考えたんやけど。お、これからもコンビ続けてくれんか。事務所がなんて言うかな、はるかがよくても。こんなにうまくいったんや。この合格で他のテレビ番組出演の話もどんどん来ると思うね。でもん？あれ、元相方ハルオ、やっと見つけた。はあ。おい、今さら俺のハルオを取んのか、お前。アヒコ、どうしたんだ。仕事ついたんじゃないのか。いえ。ハルハルズ、今乗ってんだよ。あれな、断った。え？なんやて。仕事の面接は受けたんやけどな、断ってしもうたんや。面接であんたが目指したい、あなたが目指したいことはって聞かれてな、あんたって言っちゃった。それで考え込んでしもうてな、俺の目指したいことってなんやろって。3分くらい考えてこう言ったんや。お笑いで天下を取ることですって。で、そのまま出てきてもうた。ちょっと熱いエピソード。お前、すまんかった、ハルオ。やはり俺はお笑いがやりたいねん。もう一度コンビ組んでくれへんか？くれへんか？ちょ、もうなんか、関西弁慣れなさすぎて、イントネーションおかしいとき多々あるよね。え？頼む、俺は、お前と天下が取りたいんや。ふふ、コンビ復活おめでとうございます。はるかちゃん、
せっかく受かったのにオーディション。誰やこの可愛い子。はじめまして、私はるかって言います。はるおさんの今の相方です。え？はるおさんのファンですって言ったな今。え？そうなんか？そりゃ貴重な存在やな。はるおさん、私、いやまあでもそうだな、ファンとして応援していくことになるのか。これからは応援してます。きっといつかお笑いで成功する日が来ますよ。ねえ、オーディションの最後に一番いいネタ持ってきたもんな。そうやな、結構いいネタ持ってたもん。やっぱりお笑いとアイドル、それぞれの道を極めていかんとあかんよな。何のことや、アイドルってなんや。お前沢村遥か知らんのか。いや何でもあらへん。お前さては見てないな、プリンセスリーグ。わかった、コンビ復活や。また最初からやり直そうやないか。ハルオ、ありがとう。じゃあな、ハルカちゃん、これでお別れや。いつの日かテレビ番組で会おうや。あー、確かに別々の道で会えたらちょっと熱いな。いつかハルオと一緒に仕事できたら。これはオーディションの副賞や、ハルカちゃんの分野で取っとき。あ、ありがとう。ありがとうございました。私もいい経験ができました。お笑いっていいですね。またいつかやってみたいかも。そう言ってくれると嬉しいわ。そや、もしまたお笑いがやりたくなったらいつでも俺に声かけてくれ。俺この辺にいつもいるからな、暇かよ。いつもいるのは暇だろ。オーディションには出えへんけど、お笑いの技術磨く練習くらいならいつでも付き合うで。今やった漫才はいつでもまたやれるんだな、じゃあ。練習っていう体で。さあ、秋彦、早速お笑いの保証を目指したるで。あっちの公園でネタ合わせや。おう、次のオーディション受かったるで。せや、二度目の合格掴んだるで。二度目？なんのこっちゃ、本当に言わねえんだな、その。一回ハルハルズで受かったこと。でも相方がハルカでもオーディション受かるんだから。秋彦が足引っ張ってたんじゃないの。秋彦無能説あるぞ。まあでもなんか一区切りつきましたね。ああ面白いイベントだったな。もっとやりたいぐらいだったわ。誰がネタ書いたんだろうな。最後の結構面白かったよね。じゃあ次どうしようかな。まあ前も言った通り、そう、漫才もあったし、お仕事もあるし、で、ダンスバトルのストーリーもあるから、サブストーリーは割と優先度低めでさ、こっちで勝手にある程度消化しちゃったりしてるんですけど、ダンスバトルストーリーやろうかな。どこつってたっけ？駐車場つってたよな、どっかの。これね、レディーパンサーっていうメールアドレスから、来てる。明らかにチーム名をメールアドレスにしてる。このメールで駐車場で待ってると。行きましょう。あかりちゃんとの今後の関係も気になるしな。この駐車場だよな。誰もいないけど始まったな。私とダンスバトルがしたいって人が待ってるのは確かここだったはずね。えよ、待ってたよ、沢村遥。なんで待ってたのに後ろから来るんだよ。今来ただろ。あなたは？いらん嘘をつくな。ダンスグループ、ジャジーブルーのリーダー、レディーパンサーじゃねえのかよ。メールアドレス、レディーパンサーだったのに。ジャジーブルーのリーダーだろ？ジャジーブルーのリーダー、ジュリーだ。あんたにメールを送ったのは私だ。マキ、愛に勝ったお前と戦わないと私がビビってると思われるかもしれないからな。今から勝負と行こう。まだハルカは了承してないんだけどな。ジャンルはジャズだ。ジャズって顔してないけどな。こんなロックなファッションしてんのに。私の得意ジャンルだからちゃんとそれなりのハンデはやる。みんなハンデ与えようとしてくんな。何負けた時の言い訳作ってんだ。ジャズどうだ、受けて立ってくれるか。いや、まあノーハンデでいいですけど、別に。はい、わかりました、よろしくお願いします。物分かりが良くて助かるよ。じゃあ始めようか。
ジャズね。こんなしっとりした曲が得意なの？この人。この見た目で。まあ見た目で判断しちゃ悪いけど。おとなしい子相手にパーケン売りさばいてそうな見た目してんのに。ほいほいほい。まあ負けはないだろうけどな。あ、あれやるか。虹色シューティングスター。決めるよ。はい、かました。勝ち確定。まあ得点が増えるだけなんだけどな、あれ。はい、もう楽勝だからヒートゲージ温存しちゃったもん、後半。もう表現力と魅力これ以上伸びなくなってる、もしかして上限に達した？ストリートダンスだと表現力が伸びやすいはずなのに。歌唱力だけが上がったけど、もうここまで成長しちゃったか、はるか。はあはあ、お仕事やってたらいつの間にかカンストしちゃったな。ジュディさんが負けた。チーム名解明しな、レッドパンサーに。なるほどね、さすがクリスティーナに。ああ、それ知ってんの？クリスティーナに認められた女だな。え、クリスティーナさんのこと知ってるんですか？え、あかりが漏らしたってことだよな。まあ漏らしたっていうか別に隠してないけど。ああ、当たり前だろ、ダンスバトルやってるやつでクリスティーナを知らないやつなんて探してもなかなかいないぜ。そうなんですか。まあ私はあんまり好きじゃないけどな。あかりのダンスの良さも分かんねえようなやつだろ。そんなやつの目信用できるか。あかりは私が可愛がってた後輩だからね。あいつのダンスは確かに少し花がないけど、性格で綺麗でクールなんだ。2回もボコっちゃったけどな、はるか。ちゃんと評価されてんだね、あかりのダンスも。土台がしっかりできてるから、あともう一皮むければきっと最強のダンサーになれる。そこまで評価してんだ、あのジュディが。少なくとも私はそう思ってた。なのに、え、ダンスやめちまったもんな。もったいないよな、クソ。え、それ聞いてねえぞ。あかりがダンスをやめた？ああ、あんたあかりの友達だろ？知らなかったのか？はい。私にはダンスはまだ続けてるって。まあ、友達だから言いづらかったのかな、はるかには。まあ、あいつとしてもあんたには言いたくなかったんだろうな。あ、言いにくかったんだろうな。変に気を使わせたくなかったんだろう。まあ、そのクリスティーナとのこともあるしね。そうだね。なんせあいつが辞めた原因にあんたも一枚噛んでるわけだからさ、心当たりくらいあるだろ。はい、はい、私あかりに直接話してきます。ええ、クリスティーナの前で差を見せつけちゃったからな。それがいい、一応友達なんだからな。ダンスにだけは嘘つけねえからな。あとこれをあいつに渡してくれ。ん？ジュディいい人だな。こんなパーケンさばいてそうな見た目してんのに。ダンスバトルサミットのチラシを受け取った。これはダンスバトルサミットのイベントチラシさ。もうじき岩尾橋近くのイベント会場で行われることになってる。私はもちろん牧谷綾、あの人たち一流ダンサーが多数集結するイベントだ。まあ、今度はハンデなしでやってくれるってことか。全員ハンデとか言って言い訳作りながら勝負してきたからな。3人とも。スペシャルゲストに世界的に有名な振付師 MC ミッツーもやってくる。ドルチェも呼べよ。ドルチェがいねえと全力出せねえよ。彼に認められれば一流のダンサー、一流の振付師になるのも夢じゃない。振付師か、そうだよね、あかりがなりたいって言ってたの振付師だよな、あかりの夢。ええ、ああ、だからこのチラシをあいつに渡してほしいんだ。任せていいか？ええ、もちろんです。あかりは私の友達ですから。頼んだよ。あいつは今岩尾橋にいるらしい。行ってやるな。はい。はい。ジュディいい人じゃん。何も知らない人を薬の運び屋にしてそうな見た目してんのに。岩尾橋近くにあかりがいるっつってたか。うん、持ってってやろう。
あ、さすがにもういないか。あの体パンパンの人、さすがにもう救助されてますね。で、あかり、あ、あれあかりか。反対側にいたわ。あかり、あかり、あかり。ああ、はるか、どうしたの？そんなに慌てて。ねえ、あかり、ダンスやめたって本当？うん、本当だよ。どうしてあかり一流の振付師になるのが夢だって？あかり、はるかにはわからないよ。え、わあ、出た、あなたは持ってる側の人間だからわからない理論。はるかはいいよ、顔もいいしセンスも才能もある。あかりだってあるだろ全部。でも私には何もない。そんなこと、私ダンスが好きよ。振付師にだってもちろんなりたい。だから練習だって人一倍してきたつもり。ダンスバトルだっていかに勝つかってことを意識してやってきた。私にとってダンスは遊びじゃないの。いやー、逆なんじゃない。むしろダンスを遊びのつもりで楽しむ気持ちも完全になくしてしまってはいけないんじゃない？そんな感じのことをクリスティーナは言ってたけどね。だからはるかにだってダンスだけは負けないと思った。でもそんなダンスでも勝てなかった。それでもまだ夢を追うなんてバカらしいと思わない？無謀すぎるよ。どんなに頑張っても私には無理なんだよ、うん、まだ10代だろうが。そんなことないよ。それにチャンスだってまだあるよ。これダンスバトルサミットのチラシ、ここで認められればプロの道が開けるってもちろん出るよね。ごめん、私出ないよ。ええ、どうして出たって。どうせ結果は出てるもの。完全に心折っちゃったな、はるかが。こんなに心折ったのははるかだからね。勝てない勝負に何度も挑めるほど私強くないし。そんな、せっかくのチャンスなんだよ。夢を諦めちゃダメだよ。ああ、そりゃはるかみたいな人だから言えるセリフ。私みたいな凡人には諦めなきゃいけない夢もあるの。はるかだって努力してきたんだけどな。じゃないと周りの人も自分も傷ついていくだけだもん。ええ、実は最初にはるかに声をかけた時もね、あれ純粋にはるかと仲良くなりたかったから声をかけたんじゃないんだ。はるかアイドルでしょ。だからこの子と仲良くしておけば、もしかしたらコネができて夢への近道になるかもしれないって。まあ、きっかけは何だっていいでしょ、今友達なんだから。だからはるかと友達になろうと思ったの、自分のメリットのためにね。きっかけに過ぎないじゃんそれは。あかり、クリスティーナの時もそう。私の方がきっとはるかよりダンスは上手い。だから二人でダンスを一緒に見せれば私の上手さがより伝わりやすくなると思った。うん、あの時はそういう感じしたわ。正直。あ、こいつはるか出しにしてるって。あの時はあったよね。はるかは一応プロ。そのはるかに勝てばクリスティーナも私を評価してくれるだろう、そう思ったの。逆でしたけどね。 KO 勝ちしてやりましたけどね。ほんと最低だよね。自分の夢のためにそんなことまでして、しかも結果失敗してるしね。ははこれで分かったでしょ。私みたいな凡人が夢を追ったって周りの人は自分を傷つけるだけなのよ。まだまだ伸びしろあるだろう、高校生なんだから。だからもう私は踊らない。あかり、はるか、今までいろいろごめん。はるかを利用して友達失格だと思う。私のことは嫌いになっていいから。今までありがとう。お仕事頑張ってね。私の分まで夢を叶えて。はるかには才能もセンスもあるんだから。才能とセンスって大体同じじゃねえのか。じゃあこれでお別れ、さようなら。学校で会うけどね多分。あかり、私それでも嬉しかったよ。あかりが声をかけてくれて。そうだよな、嬉しかったよ。私こんな性格だし、仕事もあるからゆいちゃんくらいしか話してくれる人もいなくて、ずっと寂しくて、でもそれが普通なんだって言い聞かせてた。自分はそういう人なんだ、運命なんだって。だからあかりが話しかけてくれて、いろんなところに連れて行ってくれて、ダンスの楽しさを教えてくれて、本当に本当に嬉しかった。あかりがどんな気持ちで声をかけてくれたかなんて私気にしないよ。私には声をかけてくれたことが嬉しい。それに最初はどうであれ、今は私たちダチじゃない。もうダチじゃないよ。
はるかを見てるといろいろ辛くなるから。なら別にダチじゃなくてもいいよ。別にあかりがだ友達だと思ってくれなくてもそれでいい。でもそれでも私はあかりのことが好きだから、それだけは忘れないでね。よくこんなまっすぐな子に育ったな、はるかは。いろいろあったのにあんなに10歳の頃から。待ってるから、ダンスバトルサミット絶対来てね。あかりはダンスが好きなんでしょ、振付師になるのが夢なんでしょ、もう一度一緒に踊ろうよ。ハルオがいるしっかりいつもの場所にハルオいたな。元相方が、おい、ゆい、ゆいさん、はるかちゃん、見てた今の。あ、ゆいちゃん、聞いてたの。うん、うん、そっか、あかり来るかな、わからない。でも私は来ると信じてるよ。だってあかりちゃんは誰よりもダンスが好きなんだから。うん、うん、あかり、お願いだから来てね、夢を諦めないで。これで次はそのダンスサミットとやらに出て、お、メール誰からだろう。ん、お待たせしました。どっから漏れてんだよアドレスいよいよダンスバトルサミットの開催です。参加される方は岩尾橋南東のサミット会場へお越しください。ゲストにはなんとあの有名な MC ミッツーさん、知らんけどねその人は。ミッツーさんの目に留まったダンサーはプロへのきっかけをつかめるかもしれません。そこのあなた、今すぐレッツダンス。 DBS ダンスバトルサミットか。 DBS 開催事務局。うん、あかり来るかな。とにかく会場のある岩尾橋南東へ行ってみよう。まあ来ると信じて、あかりが来ると信じて行くしかないね。岩尾橋南東ってこの近くだよな。近づいたら始まっちゃうかな。あ、あれそうかな。なんか建物にマーク出てんね。まああれは近づくだけじゃ始まんないか。ここに行ったら次最後かな、アナザードラマ。うん、6分の5だから次で最後だね。まあお仕事も結構たくさんこなしてて、うん、残りわずかなんだけど、まあ次回はまずこれもこの流れだし、まずダンスバトルサミット行きましょうか。あかりとの関係に決着をつけましょう。じゃあ一旦今回はここで終わろうかな。お前さっき映ってたな、ハルオ話しかけるとなんて言うんだ。あ、はるかちゃん、また漫才の練習していかへんか。まあ多分今までやった3つのネタどれでもいつでもやれるんだろうね。ちょっとなんか間違っちゃったりもしたし、完全版見せたい気もするけどな、最後のネタの。まあ今回はいいわ。うん、じゃあ次回、また次回ダンスバトルサミットで、うん、明かりを待ちましょう。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。僕なんか新しい趣味始めようと思うよ。ほほ、どうせなら女の子にモテるやつなんかええなって。バイクとかどない？ええんちゃう？気に入った女の子に二血してかへんとか誘うれ。ロマンチックやん。あてと一つになろうやとか言うねん、かっこええやろ。それはええな。君とも一つになりたいなんて言うてね。やめなさい。君のサウンドが聞きたいなんて言うてね。やめえや。僕のスロットルも全開やでなんて言うてね。ええ加減にしとき。でもバイクはいいよな、女の子と親密になれるやん。ほほ、バイクってな、ほら2人で乗るとどうしてもこうべったりくっつかなあかんやん。そやな。体をギューって密着した状態でこう2人で同じ風を感じるんやで、もうドキドキやん。いやらしいな。心臓バキバキなって前の彼女に気づかれるわ。お前が後ろか。そうや、バイクの免許持ってへんもん。あかんやん。バイクに近いサイドカーって知ってる？
バイクの横に小さい車ついてるやつあるな。サイドカーの一種は車の免許で乗れるらしいね。そうなんか。サイドカーでのツーリングもこれまた気持ちええらしいで。それはええな。でな、二人でバランス取ってコーナーリングするんや。二人の共同作業ってやつや。ほうほう。そのまま夜の共同作業もどうなんて言うてね。やめなさい。僕のクラクションを聞かせたのかなんて言うてね。よう分からんわ。僕のクラッチ焼き付いてまうでなんて言うてね。なんこっちゃ。僕の目は隣で運転してる彼女に釘付けや。彼女の運転かい。そらそや、車の免許も持ってへんもん。おええわ。どうも、ありが